はい、自分代表自分から気持ちだよ気持ち。ズバウス90、2014、キッズの団体優勝が終わりました。終わりましたね。得点計算が終了して送られてきました。発表します。3位、バッファロー休日27ポイント。集中集中。2位、パラエストラ北九州59ポイント。そして1位が、パラエストラ中川井手道場76ポイントになってます。今から、キッズの団体表彰をしますので、キッズの人は、表彰台の方に集まってください。あ、代表者か、代表者ですね、すいません、代表者集まってください。そしてそのまま、試合の終わった、表彰を個人の表彰をしていきますので、終わった方がいましたらどうぞ、表彰台の近くに来てください。しっかり足の裏つきましょうね。足の裏、足の裏。プレッシャーどんどん壁でいったらいいですよ。はい、また表彰台の方に集合してください。タグ代表、あ、そうか、自分がダメなんで、どうぞ。はい、じゃあすいません、まずキッズの団体優勝がいきます。3位、バッファロー休日どうぞ、代表の方。2位、はい、どうぞ、パラエストラ北九州、はい、どうぞ。1位が、パラエストラ中川井手道場となります。どうぞ、まだキアマンが今出てきてますので、はい、どうぞ。キアマン出てきました。もうチャレンジした裏かもしれません。E マット31試合で、E マット31試合、32試合で勝たれた選手は提供をお願いします。E マット31試合、勝った A マット選手、山本選手で勝った方の選手、 E マット31試合、秋元大輝選手、うちの高市選手で、あとの選手は手を振って勝ちの乗りをお願いします。あ、左側。はい、じゃあ、キッズの団体表彰です。3位、バファロー充実の形で、2位、パラエストラ北九州、そして1位がパラエストラ中井手道場です。ありがとうございます。はい、じゃあメダルをどうぞ。トロフィーです。メダルが、トロフィーです。大丈夫ですよ、先生。息早ないです。息早ない。絶対チャンス来ますからね。チャンス来ますからね。ありがとうございます。足の裏。次の団体です。ラスト4分。スタミナだけね、スタミナだけ。大丈夫、大丈夫。頑張れ、頑張れ。パラナガキッズどうぞ中に入って、パラナガキッズどうぞ中に入って、はい、みんなどうぞ入って、一緒に写真撮るよ。はい、どうぞ、女の子もどうぞ。キヤマン殴るなよ。はい、そっちほら。
しゃがむ人はしゃがんで。D の63試合目、安藤慎平さん、安藤さん、頑張ろう、頑張ろう、残り3分、カメラのホームで、カメラのホームで、そう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 、はい、カメラ向け、入れる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 、反対も、はい、じゃあお願いします。マスター白帯、フェザー級に出る選手は、アドバン1年両分までお願いします。1本取ればいいです、1本取る、最後で1本取ればいいです。どうぞ。全然チャンスきますから、待ってますか今。はい、ありがとうございます。あ、使います、いいですか。はい、じゃあ、はい、みんな伸びて伸びて、危ないよ。おしおしおし、はい、みんな撤収、まだ攻めなきゃね。みんなさん、ナイスガード、ナイスガード。大丈夫、有村さん、ホワイトアダルトミディアムヒビー初日有村さん、ブースの方までお願いします。 D の66試合目です。攻めて終わりましょうね。やっぱ早いな。はい、じゃあ今のうちに個人の表彰を呼びますので準備してください。アダルト村上の緑球、1位天然芸主観的福田亮選手、2位アクシス福岡阿部東太選手、3位東京大輔選手、アダルトアイドルスター級高弘米光さん、高弘米光さん、4番でお願いします。アダルト村上ミドル級1位福田亮選手、2位阿部東太選手、3位近藤大輔選手、どうぞ表彰台の方まで来てください。はい、そしてアダルト村上ミライトミドル級ですね、パラヒトの中から行ってください。